皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は筋トレの始め方ということで、3回に分けてですね、どういうトレーニングをどれぐらいやっていったらいいのかというお話をですね、させていただきたいと思います。運動不足解消にね、トレーニングでも始めてみようかなとか、外にもなかなか出なくなっちゃったし、運動しないとまずいなって思ってる人に、とりあえずこれぐらいのトレーニングから始めてみたらどうですかっていう形でですね、もうちょっと簡単な内容のトレーニングをご紹介させていただければなと思う動画を撮っています。まず1回目になる今回は、自宅でのトレーニングについて説明をさせていただきます。まあ、自宅でですね、自重でのトレーニングでも余分な体脂肪を落としてね、ダイエットとか健康増進とかそういう効果は得られるので、自宅でできることからまず始めていただければなと。男性と女性でちょっとね、おすすめのメニューがちょっと異なりますので、まずは男性からいきましょう。全く器具を使わないバージョンでいくと、まずね、スクワットまたはブルガリアンスクワットやっていきます。次にヒップリフトやっていただいた後に腕立て伏せ、この次はですね、かなり珍しいですけど壁倒立いきましょう。ちょっとびっくりされる方多いと思うんですけども、やってみたら分かるんですけども、かなりですね、肩がきつい、めちゃくちゃしんどいです。なのでかなりね、自重でもいいトレーニングでやってみていただければなと思います。最後に斜め懸垂、椅子とかね、テーブルなんか使ってできると思うのでやっていただければなと思います。この5種目次、女性の場合は、スクワットかブルガリアンスクワットが1種目目にきます。次にヒップリフト、3種目目、ショルダープレス。これはペットボトルにこう水を入れてね、両手に持っていただいてやっていただければちょうどいいかなと思います。4種目目、腕立て伏せいきます。これは女性にはね、負荷が強すぎるので、膝を床についていただいて大丈夫です。女性の場合は4種目。これが本当の入門編ということで、ここからワンランクアップしてこのトレーニングに慣れてきたら、ぜひですね、応用編のトレーニングをやっていただきたい。正直ですね、この器具なしでやっていただく入門編のトレーニングだと種目数が足りない部分もあったりするんで、これに慣れてきたらぜひですね、 Amazon とかで売ってるトレーニング用のチューブ買ってください。そんなに高くないです。1000円から2000円ぐらいの間で買えると思いますので、トレーニング用のチューブを買っていただいて応用編のトレーニングをしていただければなと。応用編のトレーニング、まず男性の場合はスクワット、ブルガリアンスクワットが1種目目、2種目目にヒップリフト、3種目目に腕立て伏せ、壁倒立、斜め懸垂、この次にチューブを使ったラットプルダウン、片手でいきます。高いところにチューブかけていただいて、片手でね、ぐーっとこう引っ張ってくるような、ラットプルダウン、片手のラットプルダウン。最後、男性の場合ね、腕もね、太くしたい方多いかなと思いますので、チューブを使ってアームカールですね。チューブを足で踏んでいただいて、グッとアームカールしていただくと。女性の場合、1種目目、スクワット、ブルガリアンスクワット、2種目目、ヒップリフト、ここまでは一緒で、次にチューブを使ったレッグカールですね。チューブをですね、輪っかにしていただいて、輪っかのね、一方をこうどこか柱かテーブルの足のところにかけていただいて、もう一方の端っこをですね、自分のかかとに引っ掛けてうつ伏せになった状態、レッグカールをやっていただくと、次にチューブを使ってシーテッドロー、足を投げ出した状態で床に座っていただいて、チューブを足の裏にかけていただいて、こうぐーっと引っ張ってくる、こういう感じですね。次にショルダープレス、これはペットボトルに水を入れるパターンでも構いませんし、チューブをね、両足で踏んでチューブでやるのでも全然構いません。次にラットプルダウン、女性の場合は筋力が弱いんで、両手でチューブを引っ張ってくるような形でやっていただければいいかなと思います。最後に腕立て伏せと、これは膝立ててやっていただくという形ですね。回数とセット数なんですけども、まず最初はね、10回3セットぐらいから始めてみてください。慣れてきたら回数をね、10回から15回20回に増やしていただいて、ちょっとずつね、負荷を増やしていくのが継続して成果を出すコツですので、最初はね、少なめで無理しないとこからちょっとずつ負荷を上げていっていただければなと思います。またこういう時にどういうトレーニングをしたらいいのかとかですね、何か疑問があればまたコメント欄にご質問お願いいたします。
この動画が参考になる方はグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。